はい、ウェブチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。パンダ型の増田でございます。下川です。9月26日営業終了後ですね。はい。ちょっと暑いんで脱いでいい？さすがにちょっとね、室内じゃ暑かったですかね。このボリューム感はちょっとすごすぎる。さすがだな、モンクレールさん。さすがですね。はい、というわけでモンクレールパンダ型、9月25日じゃじゃん土曜日よりモンクレールモアバリエーション題しまして、こんだけ揃えて、モンクレードを提供させていただいております。はい、ぎゅっと集まってますね。ぎゅっと集まってます。で、まあ、あんまりダラダラね、長くなるのもちょっとあれかなと思うので、はい。ちょっとジャンルごとに分けて、今、ラインナップしているモデルをご紹介したいなと思っています。はい。で、まずは、まあ、これもう毎年今、ここ数年で一番人気というか、一番手に動いているのが、ニットコンビ。間違いないですね。もうね、これ、していきます。お願いします。はい。まあ、ニットコンビって一言で言うと、そのいわゆるモンクレールのダウンと、まあ、袖だったり後ろ身頃だったりがニットでできているいわゆるハイブリッドのダウンコレクションになるんですけども、まあ、とにかく見てわかるようにすんごいスッキリです。これ寄っていいですか？寄ってください。はい、どんどん寄ってください。適度に寄ります。はい、ソーシャルディスタンスで、ぶっちゃけ今最初に来たモデル、こちらのモデル、もうこれ何年ぐらいなんですかね。5年ぐらいかな。もうモンクレール社がもう定番で作り続けてる、もう全くこうデザインも変えない、うんうんうん、いわゆるこう改良する余地がないぐらい完成してしまったんじゃないかなっていうようなデザインの、ニットコンビのダウンになります。かなりやっぱここの高さが、ね、高いですね。ちょっとで、まあ一番上まで止めてもいいんですけど、個人的にはちょっと開けてここ折って切るような機械が個人的にはおすすめしてます。うんうんうん、はい。まあ、何が言えばこの動きやすさですよね。結構このまま車の運転できるとか。そうです。結構お声いただけますね。です。やっぱライフスタイル的にね、そんなに外を歩き回らない、そんなにこう寒い日が多くないっていうところでは、まあ、早い段階から使い出して、まあ、この上からコートを着たりとか、うん、まあ、そういうレイヤードも考えると、まあ、使える期間が非常に長い。そうですね、はい、確かに。でお買い物に行って室内に入っても、まあ、そのままちょっと暑かったらね、前開けてもらえれば全然涼しくなりますので、うんうん、まあ、ダウンみたいにこう、ね、手に持っとかなきゃいけないみたいなこともないので、非常に人気のモデルになります。はい、このモデルがブラックと、はい、ブラックと今回このオリーブ。オリーブ、これも人気なカラーですね。オリーブもかっこいいですね。かっこいい。最近やっぱ黒パンとかね、黒靴とか黒いインナーとかその辺も多いので、よりますね。はい、黒に合わせてもらってもかっこいいかなと思います。まあ、胸元はこうちょっと開け気味で来てもかっこいいですし、しっかりここがグログランテープになってるんで、硬さがあるんですよね、うんうんうん、だ変にへちゃってならずに綺麗には立ってくれる、立体感がある、はい、ね。まあ、これがあるからこのしっかりした襟立ちも出てくる。はい、あ、いい、非常に綺麗です。まあ、丈感だったり、まあ、身幅だったり、まあ、僕で169センチ58キロで S サイズ着てるんですけど、はい、全然こうピタピタでもない、かといって緩くもないですね。なんか本当ね、程よいサイズ、程よい、まあ、この辺のそのサイズのバランスっていうのも、まあ、衛生定番っていう、由来でもあるんじゃないかなと思います。うんうんうん、これはね、ぶっちゃけ着ないわけがない一着。はい、これこちらみにどれだけくらいなんですか？こちらで、すいません、うち覚えてません、はい、アイテムが多すぎて、税込みで137,500円、はい、137,500円、はい、若干ずつ値上がりしてるんですけども、まあ、まだダウンコレクションとかに比べると買いやすい、お求めやすい価格帯じゃないかなと思います。確かにそうですね。で、サイズ展開は、S から XL、 S から XL、 S から XL、まあ、かなり幅広い方にいただけるんじゃないかなという展開になっております。はい、はい、で続きまして、のニットコンビが、はい、こちら新型ですね。はい、よいしょ。これね、個人的にかなり洒落てんじゃないかなと思ってます。よいしょ。まあ、同じような前身頃がダウンで、袖と後ろ身頃がニットのモデル、はい、
まあ、ニットがですね、これリブ編みになってるんですよね。要は縦胸の横リブで、はいはい、要は仮のこう二の腕なんかピタッとくる感じ、うん、で、袖口は別でリブがついてるんじゃなくてそのままニットが落ちてる感じですね、うんうんうん、だからまあちょっと長い場合なんかはこんな感じで曲げてきてもらえるとちょっとワンポイントになっちゃう。まあなりますね、はい、でこれね本当に着心地がすごく柔らかいです。と見た目的にもさっきのに比べるとダウンパックがちょっと広めに取ってあるんですよね。まあ、すごくこう柔らかい印象というかよりこうカジュアルでリラックスした表情、うん、まあ、首の周りもパーカーもそんなに高さもないですし先ほどより低いですね。そうですね、本当にさらっと。実はこれちょっとロゴが、そうなんです、しらり同色でやってるので、はい、遠巻きだと分かんないんですけど、そうですね、ちょっとロゴがあるタイプ、はい、よりもリラックスしてきていただきたいなっていう人なんかはちょっとこっちのモデルをおすすめしたいかな、まあ、違いで言うとこっちの方がもうガシッと1枚で決まるアウター感、うんうんうん、でこっちもちょっとこうご近所に行くのにさらっと着たいかなっていう、あまりこう決まった感じを出さないようなこうリラックス感、はいはい、その辺がこのモデルの違いだと思います。こっちはあれですね、一色だけですね。これ一色だけですね。これはですね、実は新しいコレクションで、これ名護なるで、これですマットブラックコレクションって言って、もうすでに何型か入ってるやつのあれですね。ロゴなんかも全部黒、さっき言ったようにこの文字も黒、文字も黒でロゴも黒とね、はい、マットブラックシリーズ、はい、あんまりこうロゴとかを主張させすぎないシックな雰囲気になるので、ちょっとこうあんまりこうなんだろう、悪目立ちたくないなみたいな方にはすごくおすすめのコレクションになっております。はい、はい、でこちらが、お値段が157,300円の、これ税込みですね。そうですね、税込み157,300円で、サイズが SMLXL でも S から XL SMLXL、まあ、これもかなり生地が伸びがあるので、うん、幅広いタイプの方に着ていただけるアイテムになっております、はい、で個人的にとか今現状意外とこっちの方がちょっとリードしてますね。あー、そうなんですかね。こっちの方が売れてます。うんうんうん、徐々に追い上げてる、追い上げてる気温がこう下がってくるにつれてこうね、やっぱ定番の強さが出てくる、うんうんうん、はい、で最後にちょっと変わり種です。これはフードなし、ない、フードなし、世の中には絶対一定数いらっしゃるフード嫌だっていうそれのためにちょっと入れさせていただきました。で袖口の、袖のニットはちょっとシェットランド風の少しざっくりした温かみのあるようなニットで、ロゴの部分も編み地を変えて少しカジュアルな雰囲気に仕上がっています。で着た感じはこれが一番柔らかい、柔らかいですね、柔らかくて軽い、軽い、めちゃくちゃ軽い。で実際これ丈はね他のモデルちょっと短い、短いですね、ライダースとミニマムな感じ。これ169cm58kg の私で、M サイズ着てます。 M サイズ、うん、まあ今の感じだったら M でいいかなっていうような感じですね。なんか細身にピタッと着るんだったりしてもいいけど、なんか1枚でサッと着るんだったら M ぐらいな感じ、うんうんうん、こちらがこのグレーと、意外と忙しいですね意外と忙しい、グレーとネイビーですかね、はい、ネイビーの2色。これネイビーも M サイズですかね。両方 M の。はい。はい。ネイビーより、ね、ます、ね。はい。ナイロンも先ほどのまでのに比べるとより軽いライトウェイトなナイロン使ってます。でもね朝晩は割とこうね少し涼しくなってきたから、もう半月後とか。今日だってダウンベスト着てきたし、ね、いらっしゃいましたね今日、はい、まあ、最近買って嬉しかったっていうのもあるんですけど、今日着てきて別のものを着て帰ったというそんなパターンの方もいらっしゃいました、はい、そのわけで、1,2,3 かと、あ、お値段いってるのね。そうですね、お値段いってるのね。この子がちょっとグダグダしてるので114,400円の、税込みですね。114,400円今だから一番あれですね、ちょっと値段がお安い、はい、でこれに関しては今現状店頭 M のみなんですけど、もしかしたらお探しすると、他のサイズもご用意できるかもしれません。はい、はい、というわけでダダダッときましたが、まずモンクレールの、
人気商品、人気アイテム、ニットコンビシリーズ、全3型、ご紹介させていただきました。はい、また別のシリーズをお送りさせていただこうと思いますので、今後ともレイブルックチャンネルの方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。